い、どうもフラちゃんです。じゃあ本日はこちらやっていきたいと思います。バトルロードということで、なんとこちらワルボーが今回から登場しました。見ていくと、俺の名はワルボーだ、マルタの国ってとこからやってきたんだ、お前腕利きのモンスターマスターの匂いがするぜ、ということで、まあいろいろあるんですけども、まあもうご存知の方とても多いと思うんですが、今回から実質的な SS ランクっていうのが登場しました。正式名称はアナザーランクというやつですね。より美味しい報酬とより強い敵が用意されているみたいなんで、今回はこちらをやっていきたいと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきます。というわけで、まあ自分のモンスターを使ってやるんですが、まあこの前のね、通常モードの S ランクでさえすでにアリを踏み潰すと同等ぐらいの難易度になっていましたから、今回の SS ランクはね、さぞ難しくなっていることでしょう。まあとりあえずどうしよっかな。ここはなんか闇縛りでちょっと敵にデバフかけまくっていい感じにしてみますか。で、今回のパーティーはこんな感じ。まあ、回復役が一人しかいないっていうのがちょっといささか不安ではあるけど、まあなんとかなるだろう。頑張っていきましょう。こいつらに勝てば新しい闘技場へ招待してやるぜ。存分に楽しませてくれよ。ということで、こいつら、なんでしょうか。あ、もう弱そうなんですけど。すいません、運営さん。ちょっともう、この時点でゴミのような弱さのね、その敵に見えるんですけど、気のせいですか、これ。敵は見かけによらないみたいな、ね、人は見かけによらない的な、その代表例的な感じ？ちょっとやっていこうよ。おら、よいしょーい。もう全部ショック入ってますけど、これ。大丈夫ですか、運営さん。これ SS ランク的な感じなんですよね。ちょっとさぞね、こう、いろいろ苦戦させられること間違いなしだと、俺は思っていたんですけども、ちょっと現時点でもう、この、モリーサタンっていうのが殺されそうなんですが、大丈夫ですか。よいしょい。あ、必殺チャージしましたね。じゃあこれでテンション上げていきましょうか。テンションぶち上げていき、よし。でからの、何しようかな、適当に回転叩きでもしてみるか。とりあえず今のところ全く苦戦というその2文字見当たらないっすね。運営さん、ちょっとよろしくお願いします。回転アタック、はい、次、はい、もう一丁回転アタックで、よいしょ、あ、いい感じ、素晴らしい。でウドラーに、うーれ、よいしょ、もう一丁、うわー、でからの、最後、じゃあウルトラスタンプでよっこらショット、あ、キュー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 。気づけばもう敵残り1体ですね。運営さん、ちょっと、あ、終わった。あ、でもま、あの灼熱が2999ダメージしか出てなくてしょうもないっすね。やるじゃねえかフラちゃん、お前の勝ちだ、悔しいけど合格にしてやるぜ。ということで、アナザーランク G 合格ということでね。まあ、まあ、HP は高かった。無駄に。なので、ちょっと時間こそかかったけど、苦戦したか言われると、全くしてないっていう。大丈夫っすか、これ。あ、なんか虹バッジもらいました。悪魔の騎士。なんか新しいバッジっすかね。で、これでどうやらアナザーランクができるようになったみたい。で、ちなみに先ほどゲットした悪魔の騎士のこちら。別に新しいものでも何でもなくて、元からあったやつらしい。で、アナザーランクに関しては10倍エントリーが元々設置されていて、まあ見ていくと、G アナザー。で、何がある？なんか、ゴミのようなやつしか出てきてないっすね。アナザーハートっていうのが追加されてるんで、こういったものも積極的に取っていきたい感じはある。報酬に関しては、まあ多分、外れみたいな感じですかね、とりあえずは。なので、ちょっと一回更新してみますか。はい、というわけで、あ、なんか、フィールドそのものが違う。ちょっとなんか、いい感じになってますね。真っ赤になってて。まあ、とはいえど、一瞬で溶けていったんですが、一瞬でどんどん敵が溶けていくんですが、これアナザーランクとは一体、ちょっと待って、アナザーランクとは何だったんだろうか、よくわかりません。アリ1匹がアリ2匹になったぐらいの難易度の変化しかないんですが、運営さん、ちょっとこれ、目玉っちゃ目玉なコンテンツなんで、ちょっとどうにかしてください。で、またゴミみたいな報酬しかないので、まあ、ちょっとなんかいい感じのものが出るまで更新してみましょうか。っていうか、スライムナイトがめっちゃ強いっすね。なんか7000ダメージとか出していたんで、まあ、これからは多分バトルレックスじゃなくてスライムナイトの時代かもしれん。あ、ここでね、黄色文字が来たと思ったんですが、まあそんなこともなく特約層30個っていう。ただちょっと今回面白いのがあって、仲間経験値を26万獲得みたいな、
こういったものもありますね。どっちかっていうとなんか晴天的な感じでアイテムとしてもらえた方が絶対いいと思うんだけど、だってそうでしょ、レベルマックスじゃない仲間モンスターでやってることの方が少ないと思うんで、まあちょっと、まあなんとも言えない。まあもうとりあえずランク稼いじゃますか。とりあえずもう煉獄魔城とかこの辺やって、さっさと次のランクに行きましょう。あ、ここでちょっとなんかマシなやつが来ました。福引券99枚っていう。まあ別に S ランクでもあるやつなんですが、まあそれが来てくれました。まあせっかくなんでね、まあこれで99枚福引券回収しましょう。まあもう、あれだね。もう見てるだけで終わるわ。はい、終わりました。スライムナイト強いっす。スライムナイト強くね？やばいね、スライムナイト。あ、なんかここでちょっとなんか色々変わってきたぞ、これ。メイブレベル4とかも来たし、で、その他にも、なんかよくわからん赤キノコとかその辺も来たし、ゴールデンオールスターズとかも来た。ちょ、これはね、メイブやりましょうよ。これ赤文字ですから。いやーもうこれはね、さぞかし強いんでしょう、メイブ。いやもうこれはやばいっすよ。勝てないかもしれん。やっぱもう実質的な SS ランクですからね。まあだから多分、俺多分ボコボコにされると思う。おぉ、ほらもう一匹じゃないもん、これ。やばいでしょう、どう考えても。これデスファウンテンとかやってきた。絶対耐えられるわけないって。あ、ま、10個目。思ったより強かった。大丈夫、大丈夫、まだ大丈夫。まあ、死なないから言うても。はい。はい、これ攻撃力下がっちゃったよ、これ。もうあっという間に、いたずらモグラ今日も殺されていって、必殺も引きましたね。はい、よいしょ。はい、9999。はい、から、あ、回転アタック、それは、すいません、効いてない。痛い。あ、いや、まあ、全然痛くない。痛くないけど、ちょっとめんどくさいだけっすね。はい。ただ、それだけな、感じな、はい、はい、次第でございます。ウルトラスタンプ、おいしょ、9999。からの、プレーツインパクトで、おら、くたばれ。はい、いい感じ、守備力も下げていき、まあ、あとはひたすら攻撃していきますか。はい、パワースター。はい、からの、はい、もう一丁。はい、もう一丁パワースター。よいしょ。これ、待って、石割りは、やばくない？これ、石割らないとダメだよね、これ。ちょっと待って、タイミング忘れたんだけど。大丈夫か、これ。あ、待って。いや、待って、威圧とか来てる。ちょっと待って。石の、待って、石割りのタイミングって、どうやんだっけ？ごめん、忘れた。大丈夫これ、死んでない、俺。あ、大丈夫、生きてる。待って、魔食はまず、ちょっと待って。あ、やべえ。思ったより強い。すいませんでした。待って。舐めてた。その、いや、凶悪コンボはまずいって。ちょっとすいません。このまま俺が頑張って倒しきる。こいつの HP ってどれぐらいだろう？よくわかんないけど。とにかく、頑張れ。あとは、俺のソロ討伐を頑張れよ。テンションバーンとかした方がいいかな、多分。これで多分元取れる。で、からの、ウルトラスタンプとかで、待って、足音がかかってしまった。おい。まずい！それはまずい！すいませんでした。すいません。許してください。ああ！はい。というわけでね。まあ、フラちゃん残念だったな。俺の用意していたモンスターの方が強かった。いや、ちょっとすいません。そういうパターンは、ちょっと、想像してなかったっすわ。いやー、ちょっと、舐めてた。すいませんした。何が SS ランクだよとか言って、本当になんか申し訳ない気持ちでいっぱいでございます。油断すると死にます。なので、油断しない方がいいです。はい。というわけで、まあ、はい。俺の身分では、まあ、こういう奴らをやるしかないということですよ。はい。じゃあ、おとなしくこういう奴らを飼っています。ういーし。まあ、これでアナザーコインも5万枚もらえるっぽいんで、まあ結構美味しいっす。あ、ちょっと待って、ここで見てください。これ、デルメゼありますよ、これ。やばいね。強いでしょ、これ。ザオトンとかかけてくるやろ。いや、ちょっともうね、すいません、ちょっとデルメゼはすいませんって感じなんだけど、まあちょっとここでね、バージョン 6.5 後期の恨みを晴らしていきたいと思う。はい、というわけで、デルメゼさ、ちょっとバージョン 6.5 後期では、1ヶ月間俺を幽閉して、よくもやってくれましたね。とりあえずこいつの注意しなあかんところはブレスダメージ。っていうか意外とバトルレックスのブレスが通ってるな。ちょっと待って、それまずくない？あ、待って、意外と生きてる。意外と耐えるけど、これ大丈夫か？回復薬として俺、ちょっと待って、一人しかいないから、なんとかしてくれ。あ、待って、意外とそうでもないかも。あ、なんだ、弱えじゃねえか、俺。てか、ボミオスかかるな、これ。ちょっと待って、プレートインパクトとかで、敵の守備力とか、ワンチャン下げられるか？どうだ？わからん。どうしよう何しようかな。テンションバーンでもしとくか、これ。よし。あ、ここで必殺が来ました。ありがとうございます。あ、なんでこういう雑魚じゃん、これ。ちょっと待って、大丈夫それ。大丈夫ですか？
ちょっとそれは耐える。じゃあ弱えじゃん。カスあ、でも待って、メイブも同じ感じで負けたんで、ちょっとここは油断せずに行きましょう。ちゃんとあのスタンバーストとか来るから、その辺もちゃんと見ながらで、スタンバーストとか警戒、あ、コールサファイア、この辺も大丈夫、警戒しながら大丈夫ですよ。ファイナルレイで、あ、これ弾とか爆発するからね。これ大、君たちそんな初歩的、ちょっと待って、初歩的な、そんな、あ、スタンとかかかんねえ、弱えわやっぱこいつ、雑魚だ。ちょっと待って、すいませんでした。あ、大丈夫。あ、でも魔食も弱えじゃん。待って、これ待って、唯一の回復薬が混乱かかってて大丈夫かと思ったけど、よし、余裕でした。デルメズレベル1、あっさりと倒しました。カスですね、デルメズなんて。ゴミ。デルメズとか雑魚なん。あ、これスコルパイドとかもあるよ、これ。ねえ、なんかいっぱいありますね。スコルパイド、聖守護者あるし、聖守護者はレベル1で、常闇はレベル4みたいな感じでしょうか。っていうかこれ、次のランクまで結構時間かかる。まあこれがね、G ランク最後となるんですが、なんか赤いのがいっぱい出てきたな。これ、ガルドゾンもあるし、あ、待って、希少獣もあるじゃん。これ、ゾルゾン。ちょっとゾルゾンもやってみますか。はい、というわけで、たこ焼き型のね、こちらの希少獣なんですが、もう、相変わらずどこ向いてるかわかりませんな。まあ多分適当にやっても倒せるぐらいの感じだとは思いますんで、まあ程よくやっていきましょうや。マヒャデドスもそんなに強くないし、おいしょ、9999からのグレードダンプ、はい、9999、いい感じですね。まあそれに加え、もうブレスが弱い。もうこれちょっとバトルレックス、あれかな、さすがにもうリストラかな。なんかもう3000ダメージしか出せねえじゃん、あいつ。待って、スライムナイトの方がいいかもしんないわ、これ。スライムナイト最強説まである。強え、マジで。これでね、ようやく F アナザーへの試験が受けられるようになりました。ちょっとこれ参加券が足りねえな。アップデートの月になんか200回ぐらいの参加券が配られるみたいな話聞いたんだけど、配られてねえんだよな。はい、というわけでね、試験やっていきましょう。今回も俺を楽しませてくれよ。じゃあランクアップ試験を始めていくぜ。よし。あ、クリムゾン。ゴミのような一体だけっていうね、マジでしょうもねえ。ちょっと速攻ぶっ倒していこう。あ、しょうもないですね。あ、もうあっさり勝てそうな気はする。はい、もうブレスがしょうもないっていうね。もう、ちょ、もうダメ、バトルレックスリストラだ、これダメだ、無理、もう無理です。バトルレックスさん、お亡くなりです。おいしょ、8000ダメージ、はい、からのスタンショット、はい、これで OK で、あとはパワースタンプ決め込んでいけば多分まあ勝てると思うんで。おい、よいしょい。5000ダメージ。痛い。あ、もう優先順位分かってる。バトルレックスは蘇生してもしなくても同じっていうことを、ちょっと今、モーモンさん感じていましたね、多分。なんか結構 HP 多いっすね、こいつ。割と殴ってんだけど、ようやく黄色いったって感じ。よし、ここで必殺技を引いてくれたんで、よし、いい感じにやっていこう。ちょっと待って、これ大丈夫？魔法の矢とか大丈夫よ、これ。大丈夫？みんな生きてる、これ。待って、すっげえ MP 吸われたんだけど、やめてくれマジで。シャイニングボーはまずい。大丈夫、避けました。ゴミのようなバトルレックスさんね、使い物にならない、マジで無能レックスさんがお亡くなりになりました。ちょ、だ、大丈夫かそれ。そう、ポンジありがとう。よし、うっ、ちょ待って、痛え。おい、よいしょ。よし、最後はね、1380ダメージのしょうもないブレスでとどめを刺しました。これでアナザー F 合格ということで、今回 E ランクまで実装されているはずなんで、まあちょっと参加権足んないっすね、どう考えても。で、 F ランクの方を見ていくと、まあ、レギュラッツをいたりとか、メーダいたりとか、まあとりあえずはね、報酬とかしょうもないんで、まあこの ABP、まあ、つまりはランクポイント、これを稼いでいくのがいい感じっすかね。まあちょっとここでね、禁断のやつをやりたいと思う。オルフェアに来て、こちらのプレゼントチケットを持ってきたということは、すなわち、まあ、ちょっとこいつに話しかけてもろてね。で、それで得られるバトルロードチケット、ちょっと交換していこう。じゃないと足りない。はい、そういうわけでね、禁断のアイテムを手に入れてきたんで、これで70回参加券を増やして、よし、これで残り80回になりました。それでもね、ちょっと若干足りない気もするけど、まあ、とにかく、このポイント稼ぎ、頑張っていこう。まあ、とりあえず、色が白いやつであれば、もう見ての通り、何回かやってたんですけど、もうとりあえずもうスライムライトが全部一掃してくれるんで、まあ、あとはもうこんな感じに、見てるだけであっさり、もう多分15秒ぐらいで終わるんで、まあ、このポイント稼ぎに関しては相当楽かなっていう印象ですね。ただ、赤い文字のやつに関しては、まあ、敵によっては強いやつもいるっていう、
さっきメイブレベル4に負けたんですが、まあ、あれなんかはねちょっと石割りというサポート仲間にとっては相当相性の悪い技をやってきたりもするんで、まあそういうところでねちょっと崩れたりとか全然あるってことで、別に白文字だけじゃなくて黄色文字に関してもそんなに手こずる要素はなくて、まあ、今黄色文字のこちら帝国三将軍なんですが、おそらくあっさり倒せると思う。まあむしろなんなら白文字のやつよりも数が少なかったりとかそういうことあるんで、まあなんだったらもう雑魚よりもあっさり終わる可能性だってある、まあと思ったんですが、まあ思ったよりもやっぱこいつら強いっすね。まあそれでも適当に攻撃をし続けていればあっさり勝てるぐらいにはなっていますんで、まあ結構簡単かな。まあでも結構こうしてみると報酬が美味しくて、例えば福引券99個とか白色のやついたりとか、その他にもゴールドストーン50個、まあこれ5万ゴールドなんでまああれっすけど、まああんまり S ランク帯の報酬では見なかったような並びも見えたりして、まあ結構美味しいっすね、報酬面に関しては。おお、なんかここですごいのが来ました。これコイン入手量がね、86,580 枚っていう、相当美味しいやつが来ました。まあ参加券もね、もうかなり少なくなってしまったんで、もうせっかくなんでやっていきますか。イーギはどうだろう、さすがにねアナザーランク帯だから3体同時とかもあり得るんで、そう考えると結構強いのかな。3体はまずい、3体まずいね、結構やばいよこれ、多分相当強いんじゃないかな。通常のねそのイーギはのレベルだったらもう今でも結構3体同時は苦戦しますから、これワンチャンやばい、倒せないかもしれない。とりあえず頑張っていこう。あ、いや、まあ、そうでもない。割と、いて、ちょ、待て。やばい、いて、やばい、待て。ハゲオタはまずい。でもなんかもう1体倒せそうな感じはある。1体倒せたらもう終わり。大丈夫。多分、フィールドのイーギュアじゃなくて、ボスで登場した中ボスのイーギュアって感じですかね、おそらく。まあ、なので、多分そんなに、バージョン3の時点からあんまり強さも変わってないような。多分そんな感じかな。かなり楽に倒せる印象っすね。で、うわい、ウルトラスタンプで、はい、こっちも、はい、これで、はい、終わりました。ありがとうございます。よかったよかった。バカみたいな強さじゃなくてよかった。で、待望のね、E ランクのアナザー、これの挑戦ということで、早速試験をやっていきたいと思います。はい、出ました。わー、あ、レグナーじゃないのか？なんかレグナードっぽいやつと、レグナードの足っぽいやつが出てきました。結構強いです。まあ、とりあえず、いいや、グレートスタンプで、な弱そうなこっちのブラックドラゴンみたいなやつから倒していきますか。まあ、とりあえず、どうしようかな。向こうのレグナードは手を出すとやばそう。なのでとりあえずやれそうなこっちから、弱そうな方から倒すのがドラゴンクエストですから、倒していきましょう。待って、結構強いんだ。こいつら結構強い、結構やるぞこいつら。待って、結構やる、ちょっと待って、あ、待って、普通に全滅した、普通に強いこいつら。あー、やばいっすね、まあ、多分だけどちょっとパーティーをね変えた方がいいと思う。まず明らかにいらないのがうちのパーティー1体いるよね、まあ、それがこのこいつだよ、バトルレックス。こいついらない。もう絶対いらない。となれば、多分スライムナイトが強いと思いますんで、ちょっとスライムナイトを連れてきますか。で、バッチとかも光系の攻撃を特化させて、まあいろいろやっていきたいと思います。まあそういうわけでいろいろと調整したので、さすがにまあ勝てるとは思う。また意外と闇縛りとかのデバフがいいかもしんないですね。この辺でちょっと調整していきますか。よし、やっていきましょう。これで自分もスライムナイトでザオラルができますんで、そこでまあ安定感増すのと、で、あとは、ちょっと、ポンジの方がですね、いろいろとちょっと攻撃魔力寄りっていう意味のわからん仕様になっていたんで、それも直しました。なので、まあ、うまいことやっていきましょう。なんか、結構、あれだな。なんか、どの技が強えのかわかんねえし、微妙っすね。まあ、いや、とりあえず、ザオラルして、危ねえ。待って。なんか、いまいち攻撃力が、あれですね、仲間があんまり攻撃してくれない。どれがどういう技なんだこれ。ギガブレイク、これやってみよう。スラギガブレイク、これで、あ、いいダメージいきますね。なんかよくわからんやつがあっさり死んでったんだ。こいつ何なんだ。じっくりと戦っていきましょう。スラシャイニング、これで、あ、いい、めっちゃめちゃいいダメージやん。からのスラスパーク、これで、あ、まあ微妙ですね。ダメージキャップがあるっぽい。で、あとは、なんかいろいろ強化したんだよな。スラッシュ。これなんかも強化したんで、まあ、微妙か。ちょっと微妙っすね。これはなんだ？スラブレイク。これは、あ、これ強い。これなかなか強い。で、あとは、ギガブレイクするか。ほら、スラギガブレイク。これ強いね。これも強い。
あとはちょっとこれあげよう。英雄王の領域。オーマイガー、さっきからそこにいる闇縛りくん何一つ貢献できてない気がする。ずっと死んでない？ずっと横になってる気がする。気のせいかな。はい、スラシャイニング、よいしょ。はい、9999、いいです。はい、スラスパーク、はい、いいですね。あんま強くねえな。っていうかスラギガブレイクとか30秒に1回打てるんで結構いい感じっすね。強えわスライムナイト、やばい。とりあえずちょっと数合わせでこの使えない闇縛りを、なんで来たんこいつマジで、なんでついてきた。俺が連れてきたんだけど、自分もザオラルが使えるっていうのは非常に嬉しいな。よしよしよし、さっきまでとはちょっと運命の差ですね。でスラシャイニングで、よいしょ、いいダメージ、残り1体になりました。さっさとぶち倒していきましょう。いいダメージ。スラッシャイニング、また死んでる、またあの人死んでる。もういい、起こさなくていいよあれ。スラギガブレイク、ちょっとでも待って、なんかちょっと待って、みんなまひってるんでちょっとここは数合わせとしてね、数合わせとして起こしとく。別に使えるとか使えないとかそういうのじゃなく、もうあのもう数合わせです。はい、あ、終わりました、よかった。はい、というわけでクリアできました。まあ、結構強かったっすね。なかなか骨のあるそういった試験になりました。で E ランクが解放されたんですが、まあ、ちょっともう申し訳ないけどバトル参加権がねえわ。ちょっと取ってきます。でこれよく見たらバトル参加権が配られていまして、これ一番上の公開記念プレゼント、これ押してもらってありました。なのでこれもらってください皆さん、これ忘れずに。ちょっとなんか書き方が悪すぎて気づかない人もいると思うんで、なので皆さんさっき紹介したリンクをクリックするともらえますんで、このように200枚、ありがとうございます。じゃあ早速 E ランクの方見ていくんですが、まあ報酬に関してはまあさほど大差ないって感じですかね。まあちょっと何回かやってみて報酬が良さそうなやつを引けるまでちょっとやっていきたいと思います。よし、続いてはガルドドンでコインが75,000、結界の守護者で50,000枚、いいですね。ガルドドンやりましょうか。まあ所詮レベル1なんであっさり倒していきましょうや。よーしよーし、待って、いや待って、危ない、ちょっと待って、ちょっと油断するとやばいかも、油断するとちょっと殺されかねないんで、自分は死なないように立ち回っていこう。ちょっとあれはまずい、バーストは良くない、大丈夫、いい、やばいよね、死ぬよね、ですよね。ちょっと待って、思ったよりもガルドドン凶悪ですね、レベル1とはいえど。よいしょー、まあそんなに強くなかった、自分さえ距離保って、であとはひたすら味方が死んだらザオラルを繰り返すだけで、まあ、結構楽に勝てましたね。続いてはこんな感じで、まあ色こそ赤いけど正直何が美味しいのかいまいちわからないようなやつらが来ましたね。まあ言うてもこんな感じでしょうか。まあコインが多いかアイテムが福引券かみたいな、結局 S ランクと報酬はあんま変わんなくて、その頻度が多分ちょっと高めみたいな感じですかね。敵はマジで本当に物によってはめちゃめちゃ強いっていう、それはさすがアナザーランクだなと思いました。ということでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのはアナザーランクが追加されたバトルロードということで紹介しました。まあこの報酬としてアナザーハートの箱とかそういったものも手に入りますん で、あとはこちらの絆のエンブレムとかこういったものも手に入りますんで、この辺はまた別な動画でやっていきたいと思います。ぜひともそちらも参考にしてみてください。今回の動画ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。